はいはい、こんばんは。こんばんは。あのさ、先週ね、うん、はい、ほら風邪ひいちゃったって話したじゃないですか、ね、ちょっと結構咳も出ちゃったりなんか、うんうん、治ったのかななんて思ってたんですけど、またあの土曜日、土曜日、はい、なんかまた気持ち悪くてですね、なんかすごい気持ち悪くって、でなんかずっと寝てたんですけど、なんか熱出てきたかななんて思ってね、熱測ったら38度超えちゃいまして、あ、結構辛いですね、38度超えるとね。辛いですよ。で、温度計買ったって言ったじゃないですか。大活躍ですね。もうこのね、やっぱり買ったからには ね、使いたいじゃないですか。まあまあ、もうやっぱ起きたらすぐにね、測ってみるわけですよ、はいはいはい、でピピピってなるわけじゃないですか、で見るとね 38.6 あったんですね、まあ、結構あるなと、うん、でもねほら20秒でやっぱり心配じゃないですか。またね、そうですね、20秒で本当に測れるのかとですよ ね、うん、ね、でごめんね、もう一回測らせてと、はい、もう一回測ってみるわけですよ、そうしたらね、2回目 38.0 なんですよ。あら、微妙なそれで、まあでもあるよね、38度ある、うん、その 0.6 はどこ行ったのと、この差は何で大きいよ、 0.6 違うとですよ、ね、ですね、うん、だって36の人とね、36.6 の人と大違いなわけじゃないですか、もう微熱あるのかないのかってね、そこの差は大きいわけですよ。待てよ待てよ、もう一回測らせてもらおうと、ごめんねせっかく測ったのにごめんねなんて言いながらもう一回測ってみたわけですよ、したらね 38.7 なんですよ。おかしいな。体温計もちょっとね、ドヤ顔してるんですよね、もうね、これで文句ないみたいな文句ないみたいな感じなんですよ、もう体温計も、おいおいそんなはずないよ、またこのまたさっき 0.6 の差がね、今度 0.7 まで上がっちゃうんですよ、一旦ちょっと安心させといて、そういう計算がで、そうと思ってね、もう一回測ったんですよ、また、ごめんねなんて、38.6 あったんで、もう多数決で 38.6 にしようと思ったわけなんですけど、なんか失敗したかなと思って、あのね、メーカーさんには悪いですよ、体温計のメーカーさんには悪いですけど、いやでもそれ間違いなく熱あるから、まあ、あることはあるんだけど、でもね、横にね、あの1分半計、90秒計っていうのを売ってたんで、今までそれ使ってたんですね、そっちにすればよかったななんて思って、でもね相変わらずね、あのそのそばにはね10分計っていうのもいっぱい並んでるんですよ。10分、うん、10分計、それはしんどいね、まあでもいっぱいあるんですよ、っていうことは、今舌噛んじゃったあのね、ガムずっと噛んでるからね、舌噛むんですよ、すごく噛む回数がやっぱりね、多ければやっぱり噛む、あのリスクも大きいですよね、一回噛むとまたね、そこ同じとこ噛んじゃうじゃないですか、もうすんごい口の回りたくてね、わかるわかる、はい、ね、それでそうそう、だからその10分計とかがね、あるってことは、まだまだね、需要がたくさんあるって言うんですよ、きっと、あそうだね、10分って結構ですよね、結構長いですよ、忘れちゃいますよね、忘れちゃう忘れちゃう、あれ測ってたかしらみたいな、よくこう挟んでるの忘れて、やっちゃってましたもん、そう、ね、うちのおばあちゃんなんか結構そうですよ、ね、うちのおばあちゃんとうちの母親ですよねうちの母親も一緒に風邪ひいてるんですよ、まあ、だ同じタイミングで風邪ひいてるんですよね、あら、まあ、やっぱ親子だなーなんて思ったりしますよね、普通の風邪だよね、それね、でもね、なんかね、インフルエンザとかじゃない、じゃないんじゃない、インフルエンザだったらもっと熱出て、まあね、もっと何日も続いたりするじゃないですか、意外とね、1日で下がるんですよね、で結構ね、周りも同じような風邪ひいてて、あのね、みんなね、まあちょっと汚い、綺麗な話じゃないですけど、戻すと、気持ち悪くて戻すと、そうするとね、すっきりしちゃうんだって、意外と、飲みすぎちゃった時みたいにね、戻すとすっきりする、治っちゃうみたいなところがあって、なんかね、変な風邪だなぁなんて思ったりするんですけど、ね、気をつけましょう、本当気をつけた方がいいですよ、ね、はい、とね、タバコやめて、タバコ吸ってるとき大体ね、あのとかいがらっぽいなぁなんて思うと風邪いくんですよね、タバコやめてね、そういうのはなかったんですよ、今回、いがらっぽいなぁなんてのはなかったんですけど、いきなり来ましたね、だから今回の風邪、前触れなく来ましたね、
タバコほら万病の元だとか言いますけど、なんかあんま関係なかったなと思って今回やられたなーなんて。本当のおばあちゃんってうちの母親同じタイミングで風邪ひいて。すごいですね。本当親子だな。本当ね親子だなと思う瞬間やっぱり他にもありまして、あのね、あのトイレ、タイミングがね結構一緒だったりするんですよね。大変じゃないですか。うん、この話したことないあるかな、覚えてたら分かりませんけど、あのねこの間やっぱりトイレ入っててね、あのガチャガチャと開けようとするわけですよ。ドアのノブね、ガチャガチャと開けようとすると、おい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 って鍵は閉めてますよもちろん、閉めてたんですけど、おい入ってるからって言ったんですよ。したら入ってんのって言うんですよ。だからおい鍵かかってんだから分かれよって、入ってるよそりゃって、入ってるよって言ってんだから、そこで入ってんのって聞くんですよ。よっぽど行きたかったんですね。行きたかったのか、ね、ちょっとね、入ってんだけどなーと。まあね、ね、まあとにかく風邪だけは気をつけましょうとね。気をつけましょう本当に、ね、うん、万病の元ですから、ね、ですから、辛いですからね、風邪ね。そうなんですよね。もうね、悲しいなのも辛いよ。もう変な夢見たいしね。悪夢、悪夢ね。汗びっしょりかいてね。あ、そう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 。まあ、あのちょっと話しておきますけど、はいはい、あのね、僕が行ってるお医者さん、あの点滴とかやってくんないでしょ。注射持ってくんないんですけど、まあ、あの点滴とかいらないんだよとか言って、あの、もうスポーツドリンクをね飲んでればいいんだよって言うんですよ。まあそういうふうに言うお医者さんが多いんですけど、でもね、スポーツドリンクはね、温めて飲んでくださいって言うんですね。そう、よく言いますね。でもそんなと思うじゃないですか。思いますね。でもね、温めても美味しい方法見つけました。どうするんですか。あのね、よくあのレモン味の顆粒のさ、あのレモン何個分のとかって入ってるのあるじゃないですか。ビタミン剤的な、あれ水に溶かすだけの、あれをね、そのスポーツドリンクで溶かして、レンジでチンすると飲めますね。それはやったことない。私素直にやってましたよ。レンジでチン、マグカップに入れ替えて、結構きついじゃないですか。で、その温めたスポーツドリンクで、エゴドリンクでお薬を飲むといいって言われて、やりましたよ。素直に。もうレモンやってみます。レモンは結構ね、いけました。あら、美味しいと思って。ねえ、ビタミンが取れて、ちょっと酸っぱかったらね、ほら、蜂蜜足せば甘くなりますからね。まあほら、スポーツドリンク自体も甘いですからね。いけましたよ、意外と。これいいなぁなんて。やってみます。ぜひぜひお試しください。はい。はい、で今日はそのなそこで今日のメンバーは終わりにしたいんですよ本当にね。まだね、病み上がりでだるいんですよ。頑張るビンゴさん、頑張る。じゃあこんなところであやむちゃんにバトンタッチしますね。はいはいはい、今日は何の日だったか。はいはい、11月16日ですね。16日ね、ちょっと想像ついちゃいますよね。つくつくなんかね。はい、国際寛容デー。それは想像つかない。それは想像つかないよね。1996年平成8年の国連総会で制定、国際デーの一つ。1995年平成7年のユネスコ総会で寛容原則原則宣言と国民寛容年のためのフォローアップ計画が採択された。はい、寛容です。寛容になろうと。もうちょっとしたことじゃ、もうちょっと怒るなよ、こんなやつ目くじら立てんなよ。そうそう、みんなね、あの歩み寄って譲り合って仲良くしましょうよと。はい、いう日ですね。そういう日ですね。はい、続いて幼稚園記念日。幼稚園記念日。はい、1876年明治9年、東京神田に日本初の官立幼稚園が開園した。入園したのは当時の上流家庭の幼児50人ほどだった。はい、続いて、はい、いい色塗装の日。はい、日本塗装工業会が創立50周年を迎える1998年平成10年に制定、いい色の語呂合わせ。はい、もう一個語呂合わせ、いい色の日。はい、愛知県の塗装塗料に関する事業の業界団体、愛知昭和会が1991年平成3年に制定、これもいい色の語呂合わせ。はい、
続いて録音文化の日、うん、はい、日本記録メディア工業会が制定、うんうん、録音文化、うん、何のこっちゃよくわからないんですけどね、うん、はい、次、自然薯の日、うん、静岡県熱海市の自然薯料理店が制定や病んでますね、はい、数字の6をひらがなのもの字に見立て、いい芋もう文字ってのころあわて、もう文字って文字見えるか、見えないですよね、見えないな、いい芋、いい芋、いい芋、ちょっと謝ったな、謝った、その他の出来事ですね、はい、1996年、はいはい、パンクのカリスマセックスピストルズが日本武道館に初来日、結成20周年を記念しての再結成で、うん、70年代の黄金期には実現できなかった来日を果たした、うん、オープニングアクトは、うん、彼らの大ファンであるハイローズ、うんうんうん、会場には若いパンクファンから頭頂部が薄くなりかけた元パンクスの姿まであるんだという、あーもうモヒカンしたくてもできないみたいな、そうですね、続いて1988年、うん、消費税導入などを盛り込んだ税制改革6法案が衆議院を通過、うん、はい、もう20年も経つんですね、消費税、続いて1997年、うん、サッカー日本代表のワールドカップ初出場が決定、監督は前年アジア最終予選の間にコーチから昇格した岡田武史氏、うん、岡ちゃん、うん、はい、うん、中山雅史選手がジャマイカ戦でワールドカップにおける日本人初ゴールを記録した、うん、ゴンちゃんね、ゴンちゃんね、うんうん、はい、このゴールがですね、うん、試合中に負傷した足を引きずりながら見せた中山の泥臭いゴール、これ試合の後に骨折してたことが判明したそうです、うんうん、あそんなことあった ね、うんうん、でこの泥臭いゴールは日本のファンに感動を与えたと、そっかそっか、なところですね、今日いい一郎の日ってないね、いい一郎ないね、ないねないよね、いい一郎の日はないイチロー、うん、イチローね、イチロー、マリナーズ、どんな、まあいいやいいイチローってどんなイチローよみたいなまあちょっとね、なるほど、そんなね、11月16日のね、有名人の誕生日、はいはい、の人たちは、うん、1950年、はい、木杉高尾、うんうん、もうね、はい、暑いのね、いっぱい来ちゃうからね、はいあの今日別人ですからなんかね別人ですから今日なんか今、はい、翌年1951年、はい、オール巨人、はいはいはい、うん、大きい方ね大きい方ね、はい、1964年三谷由里恵、リーですね、あーね、あの元郷ひろみの奥さんですねはい、はい、1975年、内田有紀、うん、女優さん、あ、内田有紀ね、うん、そうそうそう、純くんのね、元奥さんで、はい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 、で1976年、西村、なんだっけ、広幸、西村、あ、じゃあ西村広幸、そうそうそう、あの2チャンネルの管理人さんですってすごいですよね、でも学生の時ですからね、あの2チャンネルテーマ作ったらね、へえ、うん、すごいですね、はい、で1980年、はい、小島よしお、うん、1986年ダルビッシュ、サエコ、サエコ今ね、まあ、ちょっと渦中の方ですけどね、もうちょっと落ち着いたんですか、どうなんね、もうテレビ見ないから分かりませんけどいやでもね、結婚してね、名字ができてよかったですね、この人ね、そうですね、それまで名字なかったからねうん、またこれでもしね、万が一離婚でもあったらね、また名字なくなっちゃいますね、そうですね、そんなことないですか、さ、エコですか、うん、さ、え、こうですか、うん、どっち、さ、エコ、なんだそれ、やりにくいそうですか、そうですか、さ、エコだと思うな、多分、うん、今の時代ね、あ、時代的にね、あの、もう本番中、これ本番中だから、本番中ね、それないですよ、あ、そっか、そっか、はい、あ、そうか、誕生日おめでとうございます、ラジオでコミュニケーションでは皆様の E メール、ファックスをお待ちしています、ファックス番号046-265-2777、 046-265-2777、 E メールアドレスは rfc777@hotmail.com です、それでは、はい、今日のメンバーはビンゴと
早野とラジオでお送りします。ラジオネットコミュニケーション、最後までお付き合いください。最初の1曲目なんですけれどもね、やっぱりね、自然薯うん、酔い物日、はいはい、マジですかと思ったんですけどね。あ、それで、まあ、そんなところでこんな曲選んでみました、うん、これイギリスのスカバンドですね、うん、ポテト5で Never take the place of your mind。